ヨーヨーマニアックスです。ヨーヨープロフェッショナル金子龍也です。今日はですね、クリスタルパフォーマーまさきさんをねゲストに話を進めていきたいと思います。ではまさきさん、よろしくお願いします。じゃあ最初簡単にプロフィールをお願いします。はい、クリスタルパフォーマーのまさきです。やってるのはコンタクトジャグリングですね、水晶を使ったジャグリングです。それをやってます。はい、じゃあ今日はそうだね、じゃあ今日はよろしくお願いしますって言って、はい、さあいいでしょうか。まあね、もちろんまさきもね、一番最初はヨーヨーから始めてクリスタルパフォーマーになったということで、はい、全てのきっかけのヨーヨーの部分を今日はねやっていきたいと思います。じゃあ一番最初、何をきっかけにヨーヨーを始めた感じですか？きっかけはね、多分ね、ダンカンのね、CM、はい、うん、アレックス・ガルシアが出てた CM だったと思うんだよね、多分ね、はいはい、そう、サダカで。なるほど、コロコロではなく、うん、コロコロではなくて、最初は CM だった気がする。コロコロもね、一つのきっかけでもあるけどね、はいはいはい、うん、まあ、火をつけたのは、まあ、そうそう、一番食らったのが、そうだな、ダンカンがね、そう。はいはいはい、でそれで大体それは何月ぐらい？それはね覚えてないさすがに何月かっていうのは覚えてないけど、はい、でもまだ、トリックもねベーシックしか多分公表されてなかったはずだし、うん、うん、あとヨメガもなかったから、はい、だいぶ初期の段階だったと、はい、なるほどなるほど。だからヨメガが出てないってことは多分4月か5月ってことだね、おそらくスタートし6月にブレインが販売だから。あ、そんな早い？そう。あ、そうか。なんでそれまで多分ないかなっていう感じ、うん、なるほど。で一番最初買ったのは何を買ったの？はね、ホイールズが欲しくて、はい、そう探しに行ったんだけど、はい、全然ないわけ。はいはい、ヨメガが売り切れてた。だから、はい、あれスペシャルヨーヨー的なやつ、なんかインペリアルのパクリみたいなね、はいはいはい、やつを買いました、これね、はい、そう。なるほど。一番最初じゃああれか、ホヨのヨーヨーでスタートしたっていう感じ。そうなるね。あのね、スリープできないんだよ、はい、盗んだったのかな。なるほど。そうそうそう、だからスリープの意味がわからなかった。はいはい、うん、なるほどね。そう、まあでもちょっとしたらウィルズ、うん、デパートで売り始めて、はい、もう速攻買って、なるほど。それでようやく、じゃあハイパーヨーヨーの一番最初はホイールズからじゃあスタートしたと、まあ、そう、ハイパーヨーヨーはそうですよね、うん、じゃあスタートして、まあ、ある程度ヨーヨーできるようになると認定会とかに行くと思うんだけど、当時、まあ、認定店っていうのは、まあ、どこら辺に行ってたよとか、それでまあ大体どこら辺までわざわざできるようになったよとか結構。ね、認定店自体はアキルの市にあるトイランドっていうところ、はい、で、行ったの。すごく覚えてないけど、最初行った段階で確かスーパーレベルの6バイトぐらいまでやったかな、うん、結構いけるんだね最初から。最初から行ったんだけど、でもちょっとね恥ずかしいのがループスループがね、俺多分内回りじゃん、外回りのアストロで合格しちゃった気がするの。はいはいはい、多分ね、そう、だからちょっとそれはズルだったから。あれわかんないよね、アストロループとアランドザワールドループザループのところ、あそこら辺がごっちゃごちゃになるよね、当時わかんないから。そうね、わかりづらいね。だって、文字読んでないもんね。うん、そうそうそう、わかんなくて、そうだね。そう、認定店のおじさんもね、気づかなかったね、多分ね、うん。なるほどね。そうそう。で、ヒロノ君あれだよね、東部、あ、ついに言ってしまった。別にいいけどね。あれだけども、今日は僕はまさき縛りなんで頑張ります。そうね、まさき平野です。そうなんですね。あれですけど今ボあの正の字1が入りましたけども、うんうん、最初あれだよね、この間の長谷川さんの回に言ってるけど、うんうん、プロスピナーナンバーが早いんだよね。あ、そう、70だね、はい、70番ですね。だいぶ早いよね。ここに多分今表示してあるんだけど、そうだね、70番だから、そうね、ハイパーレベルは結構早くクリアしてるんですよ。多分発表されてすぐクリアしてるんじゃない？してるし、うん、ダブルループが最後になったでしょ、はい、あれ、俺ね、なんでかわかんないけど、早くクリアしないとっていう気持ちがあって、はい、余裕はなかったから、はい、左手が確か、ミレニアム、右手がステルスファイヤーでクリアしてたんですよ、はい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 、多分ね。で、ミレニアムが発売してすぐだったんですよ、クリアしてた。なるほどね。プロスピナーナンバー早いじゃん、うん、ゴールドファイヤー当時もらえてる？もらえてない。
こはもらえないんだよ。ワッペン、もうワッペンに切り替わってる。だったし最初の多分本当に多分1ヶ月ないぐらいでゴールドファイヤー切れてるから、結構早い段階でクリアしないとゴールドファイヤーもらえたって機会なくて。そうだってスーパーレベルめちゃくちゃ苦労したから、うん、ブレインついてたんですよね。ああやっぱそれね。そうね、漫画のね影響でやり方が分かんなかった、ね、これね。そうそう、これなんか全然違うよね、あれね。もう当時からやってた人みんなこれで通じるからね。そうだよね。そうそう、それを頑張って習得するまでにすげえ時間かかった。はい、テクニックビデオで見た時ショックだったね。全然違う、やり方それでいいんだみたいな。そうだよね。いや、そうね、まあまあ悔しい思い出が蘇る。蘇るね。いや悔しいよ今でも。でも70番になるってすごいよね。その後だって最初の方はほらスーパーレベルって多分なんだゴールドファイヤー500個ぐらいって言われてるから、ああ その前に500人はいるんだけど、70番ってだいぶ早いところにいるからね。そうね、まあよ、ファックスじゃんっていう話だから。ああ、じゃあまあファックスしてくれたのか。そう、早かったからそうそう早く通ったんじゃないかっていう話でしょうね。そうだね。まあ、急いだわ急いだ、はい、でプロスピナーカードが送られてきて、まあ、ずっとここ多分表示しっぱなしなんであれなんですけど、このあれですよね、シールを剥がした跡がそうね、あの写真ね、あのよく貼り替えてたの、はい、自分のあの成長とともに。そう、あの認定使うじゃない、はいはい、認定であれ出さないといけないんだけど、なんかね毎回なんか気持ち悪いのか、うん、毎回取り直してね。そんなパスポートのように使わないけどね、あれ。いや、もう結構使ったよ、うん。認定何回も受けたし、はい、そうなんですよ。ボロボロだから、ね。なるほど。え、なんか、TGP ジャパンレベルでも苦戦した。苦戦した、ロングスリーパーね。ああ。ロングスリーパー。オイル抜けないからね。当時ね、ちゃんと洗い切れない。1分回ってもキャッチできないんだろ。はいはいはい。1分回ったかもわかんないし。うん、多分ロングスリーパー1分で苦戦したは結構いるんじゃないかな。そう、まあでもダブルさえ行けば簡単なのになっていうぐらい。そうやね、あそこで足止めだもん。そうそうそう、だってわりかしあれだもんね、シングルハンドの部分もあそこまでは行けて、あの1個でつまずいて、あの1個が。そうそう、まあ最後の、まあやっぱダブシューのところもまあまあそれなりにはめんどくさいけど。そうね、どっちがって言われると、まあだって実力じゃないところでね、あの1分っていうのはあるからね。そうそう、なんかね、そうね、リジェネもちょっと一回ダメだった気がするな。なんでか覚えてないけど、同じ時間稼ぎとかはしちゃいけないみたいな。東京とかなんか、ね、ああ、多分ピクチャートリックやる。そう、トリックの一つだし、いいかな。はい、そうそう。なるほどね。そうか。あとね、ビハインドバックループ。はい。あれさ、こう内側から入れるっていうのが。あ、アストロから入れるやつだ。そう、アストロからしか入れられないの、癖で、はい、それでも落ちたね。あれでしょ、しかもあのビデオだとさ、アストロから入れてるからさ、途中でほら、あ、そうだね、2本目とか3本目のビデオだと、あ、そっかそっか、変わるんだけど、そう、最初のやつは、うん、そう、入り方もやっぱりアストロで入ってるから、それが正しいのかとか。いや、そうね、多分それでやられたわ。え、あれは大丈夫なの、あのアドピンの2回乗せスピリットジェアトムは大丈夫だ、うん、わ、大丈夫だ、2回乗せちゃんとした気がする。はい、うん、そうね。なるしちゃダメなんてこと。ダメなの、うん、二重巻きにしちゃダメだよあれあ、そう、二重巻きでクリアしたよ。ああ、やっぱそうなってるんだ。変わったんじゃない、最初の方だと途中で2回乗せるなよっていう。あ、そう、そうそうそう、ビデオがね、2回だったしますけど、うん、そう、前期と後期でだから THP ジャパンレベルは結構 OK してるやつ、ね、やつで結構違ったりする。意味わかんないのと思うんですよ。分かってくれればいいのにさ今でも根に持つロングスリーパー。そう、なるほどね。じゃあ次、ある程度、うん、こうやっていくと、まあ認定店の上にチャンプキャラバンとかに行くと思うんだけど、チャンプキャラバンに行った時にこうなんか自分の世界が変わるじゃん。変わる。おもちゃ屋さんで当時さ、いた時ってさ、まあ割かし多分そのまあそんなにうまい子ってバンバンいるわけじゃないから。そうだね、自分の中ではこうね、トップの方にいるかもしれないけど、チャンプキャラバンに行った時に住む世界が違うじゃん。ちなみにどこに行ったかって覚えてる？初めて行ったチャンプキャラバン、うん、最初ね、八王子そばだね。あ、何月とかはちょっと分かんない。俺それね、分かるよ、11月だよ覚えてる覚えてる。さすが。俺ね、それね、午後塾だったから。
そう、あの午前中に、うん、あのすっげえあれね、多分ね2回ぐらいから長蛇の列ができてて、あ、そうなんだ。一番多分ブームの本当に多分山のところに差し掛かったか、ブームの山の山頂ぐらいの時だから、すんげえ人いっぱいいて、俺お母さんと一緒に行って、その時もあれだよ、ハイパープロが欲しくてすげえ並んで、列の最後の方で行って自分の番になったんだけど、ファイアボールとかブレインとかあるんだけど、ハイパープロだけなってんだよ、ないのかよって思いながら帰ったら覚えてる。あ、そう、あ、じゃあいたんだね、うん、あの時ね、いるいる。ただその後すぐ塾行ってるから俺帰ってくる、並ぶだけ並んで、うわすごい悔しいね。ただあの時並んでる最中も、並んでて横でもう買い物に興味ない子たちが言われてたけど、あそこでダブシューやってる人を見て、なんだあれって思ったの覚えてる。え、あ、あの当時のダブシュー、うん、ああそう、ってないの、それはすごい、ね、ダブシューかマシュートザムーンか、もうなんかとにかく自分の知ってる絵じゃなかった。そうだよね、いや、それは衝撃だね。そうだね、じゃあそこの時のちゃんとキャラバンを見てるわけだ。そうだね、そこが最初、うん、初めて多分 TSP とか見たのがそこだと思う。そうだね、あのね、中村名人とね、田島さんと、うん、なるかいる。そうだね、あとポールビューシーがあの時いる、ね、あ、そうだっけ、そうそう、なるかいが一番印象に残ってる。バーチカルループやってて、はい、あのバーチカルループってテクニックスだっけ、本、はい、ハイパーテクニックスって本で、もう危険極まりない難易度みたいな書いてあるじゃん。そうだね、なんか絵だけだからね。そうそうそう、だから実際に見れると思ってなかったし、まあ それが、あ、本当にできるんだろうなっていうね。今じゃみんなバンバンやってるけど、それが衝撃だった。じゃあ一番はやっぱその鳴海のところが一番衝撃だったっていう感じ。うん、鳴海のバーチ、はい、うん、はい、そう、あれがバーチね、そっか、じゃあ鳴海を見て、鳴海、ね、はそうなりたいと、なりたいと思ったのが、鳴海、あのね、服の着方もだらしなかったのよ。ちょっとそうだね、やんちゃっぽい感じだ。あれがかっこいいんだよね、なんかね、はい、ちょっと見えた。しかも年齢近いからね、比較的なるから。あ、そうだっけ、うん、結構下なイメージだよ。ああ、そうそうそう、それがね、ずっと印象だね。じゃあ次、ですね、まあ、ハイパーヨーヨー以外の、まあそうやってイベントに行っていくと、うん、海外版を手に入れると思うんだけど、初めて手に入れた海外版っていうのは何を手に入れたの？初めて手に入れたのは、ターミネーター社のテクニックだね。はい、テクニック、それをね、あのね、さっきも話した認定店のトイランドの前に、はい、あのホームセンターがあって、うん、そこに売ってた。へえー、そうなんだ。そのトイランドで俺買ったって今返されるのかと思ったら、そうじゃないじゃないの、その前のホームセンターが、買った場所はどこにいるんですよ、テクニックでいいかなって。まあでもそんなに使わなかったね、うん、まあでも当時ヨーヨーってついたらもう何でも欲しいからね。そう、何でも欲しかったし、うん、木製ベアリーって言ってた、はい、そうだね、あれが初だったから。もハイパーループより早くそっちを手に入れて。あ、そうそうそう、そうだね、なるほど。いや、もう癖がね、ちょっとあんまりベアリングを期待してたから。次いきます。次はですね、じゃあ印象に残った思い出っていうのは何ですか、ヨーヨーって。印象に残った、あれね、ワールドホビーフェアかな、いつのかはさ、アレックスとかが来てて、スカイキャブがね、俺結構ですね、デモをやる前の DSP とかの横でわらわらしてる感じがすごい好きで、そこでふざけた技とか出たりするじゃん、うん、あれが地味に最新のトリックだったりするから、そういうのを見てたんですけど、その時に話しかけられそうになる、気になってるんですよ、聞こうと思って。スカイキャブ外人だけど、外人なんだ、それで問題話しかけて、あの、ダース・ベイダーピクチャートリック、すごい、絶対すぐ習ってできる技じゃないやつ聞いたね。あのね、空気読めないやつだよね、今から考えるとすごい迷惑な話だけど、あんなあやとりね、うん、でも親切に教えてくれて、結構時間かかったから15分、20分ぐらい教えてくれてたのかな。それをそこでスカイキャブに教えてもらったっていうのだから、まだね、いいよ。で、できるようになった？なったなった。あ、じゃあ、平野くんの、そう、あれだね、まさき、あのね、もう俺なんかルール仕方こいよね。このまま今言っちゃったけど、行こうかなと思ったけど、うん、うん、まあいいや、まあ戻しますけど、うん、ってことは、スカイキャップ直伝のダースベイダーだったね。そうなる、うん、そうそうそう、懐かしい。なるほどね。今もできる。今もできる、うん、
なるほど、じゃあ、でしょろ。じゃあ次、ヨーヨーの、うん、こう自分の中のお気に入りの一品っていうのは何ですか？お気に入りの一品ね、ヨーヨーね、パイパイヨーヨーじゃないけど、うん、ファイアボール、うん、世田谷坊ちゃんのファイヤー、はい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 、っていうね、あのね、ホビーショップカムで買ったんだけど、はい、なんか、こうたくさんいろんなヨーヨー書いてあるんだけど、うんうん、あんま人気なかったんだけど、レイダーのイエローキャップの周りブルーとか、うんはい、ファイアボールだとピンクキャップで周りブルーとかあったでしょ、はい、なんか毒カラーみたいな、うん、毒々しいから、はいはい、あれ系がすごい大好きで、はい、誰かがね、世田谷坊ちゃんズファイア持ってて、バッグの中に入ってて、超欲しいこの毒カラーと思って、はい、ずっと探し求めてたのがホビーショップカムにあるって友達が教えてくれたから、めっちゃ頑張ってね、電車で行ってね、あきる野市から川口だから、めっちゃ遠いの、はい、って、その時は1キロ6個ぐらい買った。そうなんだ。もう二度と手に入んねえ。俺、あれなんだ、イベントで買ったよとかそういうことを言うのかと思ったら、それだけのために行ったそれだけのために行ったね。そう、だから別に、うん、カム大会とかもあったけど、じゃない時に行った、普通に、うん、世田谷坊ちゃんズのヨーヨーっていうから、その中村名人に対してのすごい思い入れがあってっていうのを言うのかなと思ったら、そっちじゃないんだ。違うのよ、毒カラーへの憧れがね、はい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 、強かったから。そうですね、このグローキャップブルーボディで赤文字ってなかなかないよね。ない、なんでこれにしたんだろうね、うん、すごい素晴らしいセンスだと思います、はいはい、うん、さすが中村さんと。そう、そうです、めっちゃ頑張って、あのね、川口まで行って電車で、うん、多分中学生だったから、うん、結構な冒険じゃない、うん、で、その時もうヨーヨーブームが終わりかけてて、うん、結構後の方に出たヨーヨーだからね。そう、だから周りの後味のプレイヤーがもう減っちゃって、うん、一緒に行ってくれる人いなかったわけ。なんかあれだけど、え、友達はいた？当時そのヨーヨーやってる友達っていうのは。まあいたいた。ああ、いた。有名な人いなかったけど、うん、一応いたんだけど、もうその頃にはほぼいなくなってて、うん、なんかね、情報だけ教えてくれる大学生みたいな人いた。はい。その人に聞いた。そうだから、何のヨーヨーに興味もないような友達をミゲルさせてね。はい。本当は申し訳ないんだよね。今から川口まで一緒に。なるほどね。そっか。じゃあ次いきます。次はですね、まあ、ヨーヨーを始めて良かったことっていうのは何ですか？良かったことね、たくさんあるけど、やっぱ、その練習に対するそのなんだろう、ネガティブなイメージがなくなったことかな、はい、なんか、多分ジャグリングとか続けられるのも、うん、練習が楽しいからだし。みんな次々新しいトリックを出してたでしょ、うん、だから、そう、なんか基本の30トリック終わってもどんどん新しい、うん、あれみたいになんか混ざって考えて、ね、練習していくものなんじゃないかなっていうのを結構幼い頃に覚えたから、はい、それが根強く残っててその習慣になったのがめっちゃいいことだと思います、はい、なるほどねさあ、そんな平野少年がですね、まあ、ここから、はい、あれですね、うん、こうマサキへと変わると思うんですけど、クリスタルパフォーマーマサキへとこう進化していくと思うんですけれども、ね、そうそうそう、まあそこはね、どれがターニングポイントだったかっていうのをね、また他の機会に聞きたいと思うので、うん、ぜひその時はよろしくお願いします。はい、はい、では今日はここら辺でまた。ありがとうございました。